はい、トワイライト連邦共和国 Vlog です。今日はですね、刃物の話をしたいと思います。私別に料理人でもありませんし、料理もほとんどしませんけども、料理は嫌いな方ではないです。好きなんですけど、一人暮らしだと面倒なので高くついちゃいますしね、しないだけなんですが、同じこうマンションの住人で、仲のいい人何人かいるんですけど、たまに集まってお茶会みたいのをするんですよね。ちょっとお茶菓子持ち寄って、小1時間ぐらい、井戸端会議をする、たまにやってるんですけど、その中のね、一人がプロの料理人でして、都内の某一流ホテルのですね、中華料理店で中華料理人をやっておりまして、そういった方がいるんですけど、たまたまなんか喋ってると、中華料理の、その方がね、春巻き作ってくれたんですよ。春巻きを、自宅なんでね、そんなマンションの自宅なんで、すごい調理器具が揃ってるわけでも、そもそも火力もないですしね、そんなはないんですが、でも春巻き作ってくれまして、すごい美味しかったんですけど、さすがプロだなと思ったんですが、で、その中華料理の話をしていまして、中華料理の、を作る、まな板とかね、包丁とか、ちょっと特殊じゃないですか。あまり一般の人持ってないし、私なんて、見たことはありますけど、料理人が使ってるのをね、見たことありますけど、もちろん触ったこともないし、触ったこともないし、使ったこともないわけですよね。だけど中華包丁ってすごいこう広い、幅も広いし、長さもでかいじゃないですか。いろいろあるらしいんですけど、でそれでなんかいろんな使い方ができて、なんか良さそうですね、みたいなね、そんな話をしてたんですが、けど、プロの料理人なので、やっぱ僕らホテルで、厨房で、作ってても、そういった包丁とかそういうのは自分のものらしいんですよね。自分の私物を使うんだそうです。で、職場で使うやつは、もちろん、いいものをずっと使うんですけど、だけど家でも料理するので、料理人なんでね。それは、特別にそれを買うんじゃなくて、使い古したと言っちゃあれですけども、お風呂です、自分が使ったお風呂ですよね、をこう使ったりするんだそうです。持って帰ってね。で、その中でその中華包丁ってすごいですねみたいな話、私はさ触ったことありませんからね、言ってたら、使いますかとか言われて、使いますかって言われても、あんなでかいものは多分でかそうですよね。でかそうなものは使えるかどうか分かんないですけどね、なんていうふうなこう話をしてたら、あるんであげますよって言われて、使ってないのありますんで、あげますよ。で、使いこなせたらすごい便利ですよ。何でもできますので、便利ですよ。その気ならば刺身も切れますよと言ってね、便利ですよとか言われて、骨も叩き切れますよとか言われて、へえ、そうなんですか、じゃあ持ってきますわとか言われてくれたんですよ。で、くれたのはいいんですけど、見せましょうか、こんなんです。ちょっと引かないとね、でかいんですよ、これ。こんな分厚いんですよ。で、歯はね、ちょっと根元の方がもうかなり使い込んでて、ちょっと刃こぼれしてるんですけど、こっちの方は大丈夫ですよね。大丈夫です。刃渡りがね、22センチ。ここからここまでね、刃渡りがあんま触りたくないんです。危ないので。この辺切れますんで、持っちゃう。刃渡りが22センチ。で、新品の時のこの幅が11センチなんですよ。だけどこれもずっとこう、プロが使い続けて、こう、研いで使ってますので、もう6ミリほど短くなってます。なくなってます。で、私は包丁って普通のね、いわゆる文化包丁みたいなやつで、もちろんステンレス製の、それでも貝印製なんですごく切れるんですけどね、錆もせずに切れるんですけど、
貝印のステンレス鋼のやつをずっと使ってるんですけど、もらったやつをね、母親にもらったやつを使ってるんですけど、これね炭素鋼なんですよ。炭素鋼ってことは鉄なんですよ。なので錆びるんですよ、ちゃんと手入れしてないと。でこれちゃんとこう料理人が手入れをして、もうちゃんと保管して、使ってなくても保管して、まあ錆びはほとんどないですよね。まあこのままでも今すぐ使おうと思って作ったら使えるんですけど、使い始めるとね、ちゃんと手入れしないとすぐ錆びてしまう、で取り返しのつかないことになってしまうので、まあこんなものをいただいていいのかな、いや使ってないからいいんですよとか言ってくれたのはいいんですけど、よくよく見るとですね、こう分かりますか、これ東京杉本って書いて、東京杉本、これ7はこれね、7号っていう意味なんですけど、東京杉本って書いてあるんですけど、東京杉本ってこれプロが使う、まあプロなんで当たり前でしょうけど、プロが使う刃物屋さんで、杉本刃物っていう、あの東京杉本築地っていう、まあ、築地にあの本店かなあるんですけど、まあ別にその日本料理用の、あの包丁から西洋料理の、まあ、ペティナイフとかね、牛刀から中華包丁も全部作ってるんですけど、ほとんどが、全部じゃないんですけど、合金製もありますけど、特殊鋼製もありますけど、ほとんどが鋼なんですよ、鉄なんですよ。なのでこれ、あの刃っていうかね、多分これ複合、要は日本刀と一緒ですよ、真ん中に鋼を入れて、挟み込んであるんですよね。焼き入れをしてあるので、これ研げば、ずっと刃が出てきて、ちょっとこれじゃ分かりにくいですが、一応刃文もね、ちょっと見えにくいですが、刃文見えますかね、刃文もあるんです。日本刀みたいに刃文もあるんです。こんなこんなの怖くて使えないですよ、危なくて、危なくて使えないですよ。だから絵は当然木でこうすっぽ抜けないようにね、要はこの中通ってるわけですよね、日本刀と同じ。僕いただいたんですけど、多分新品で買ったらこれ5万円以上し、5万円以上しますよ、ね、多分ね、重いんですよ。500g はないと思いますが、 500g 以上あるんですよ、この包丁だけで。だから重いので、こうそのね、プロの料理人が言うには、あ、こんなのこうスナップ、手首のスナップを効かせてこうストンストンとやっていけば何でも切れますよとか言うんですけど、実際持ったらとてつもなく重いので、自分に使いこなせるとは思えないので、まあ、根元の方ちょっと刃こぼれしてますけど、大体そんなところまで使い切るとは思えないので、まあちょっと料理するときに使うぐらいで、手入れ大変ですけどね、あのしばらく使わないんだったら油引いて、乾いたタオルに包んどいてくださいとか言われましたけど、そもそも砥石とか持ってませんしね、大体シャープナーでこんなの研いでいいものかなというふうに思うぐらいの高級品なんですよね。なので、まあ、中華料理に限らず何でも使えるらしいので、使いこなせるぐらいに料理うまくならないといけないんでしょうけども、だけど、まあ、そのプロの料理人の言うには、これ使いこなせるようになったらこんな便利な包丁ありませんよって言ってましたね。まあ、もちろんその日本料理だね、いろんな種類、もうそれこそ刀みたいなやつから、日本刀みたいなね、刀みたいなやつ、いろんなこう使い分けっていうのは、専用のね刃物があるんでしょうけど、中華包丁って、まあ、大きさの違いはあれども、基本的にはこの形でやりますので、全部、結構繊細なこともやろうと思えば慣れればできるんだそうです。なのである程度の普通の一般の家庭で作る料理とかであれば、専門的ななんかことをしない限りは、こういう包丁1本あれば、あの他のものが必要ないぐらいに使いこなせれば便利ですよっていう話でした。なので今度ちょっと使い方教えてくださいって言ったんですけど、あの仕事から帰ってきた上でまたそんなことを教えてもらうのは大変心苦しいんですが、まあ時間のある時にやっ
ちょっと教えてもらおうかなというふうに思っています。ということで、すんごい高い刃物をいただいたので、これは使いこなせるように頑張ろうというふうに思います。これでね、リンゴとか剥いてたら怒られますよね。まあ剥けるのかどうか分かりませんけど、まあ剥けるでしょうね。リンゴ剥いたり梨剥いたりしてたら怒られますかね。ちゃんと使えよって言われそうですけど、まあでも中華包丁って持ったことなかったので、こんなに重いものだと、まあこれは特に7号っていうサイズで、1号から7号あと、まあその上はもっと大きいのあるんですけど、だけどそれでもかなり大きい方らしいです。あの一般家庭で使うのはこれよりももっと小さい、やつの方が使い勝手はいいんだそうです。家でこれを使うためにはかなり大きなまな板がいるらしいので、ほとんどこう先の方だけちょこちょこ使うことになりそうですけども、まあでもあのいいものをいただいたなということで、杉本刃物の中華包丁をいただいたというお話でした。以上です。今日もご覧いただきましてありがとうございました。